午後8時食休み、 かっこテレビ編、 バニラテレビ見て、ゾウさんだ、ゾウさんがいるよ。でかい、超でかい、鼻長い、うおー、パオーンだね。それに目がとっても優しい。目も全体的にシワシワで、うわサバンナすげー、これは猫科の血が騒ぐぜ。ケチだ、ガゼルなんか一撃で仕留めろ。そこだ、広いし怖い動物いっぱいだし、こんなところで生きていける気がしないな。私は水月家の家猫でよかった。でも僕もこんなところで思いっきり体を動かしてみたいな。気持ちいいんだろうな。じゃあそのうちみんなで行きましょうか。サバンナに野生動物が見れるツアーもあるって聞きますし。携帯も使わないところなんてないよ。行くならハワイかラスベガスがいいわ。あ、今度は海の動物だ。シャチが、バニラの好きなシャチが出てる。おー、シャチマジでかっこいい。出ないかな、シロナガスクジラ。猫背で一回くらい生で見てみたい。お、魚だ。次は魚特集か。クロマグロ大きいですね。すごい美味しそう。イワシの群れもすごい綺麗で美味しそうだよ。こんなにいたら食べ放題なんだろうな。新鮮な魚を生で食べるのっていいわよね。って食べれるらしいよ。欲しいのかな。南の方だと普通に売ってるらしいし、食べてみたいね。やっぱり猫には魚は餌に見えるんですね。さあさあ、ぼちぼちお風呂に入りますから、テレビは終わりですよ。